駆け出しの頃に片足をやられましてね。それですぐに引退してずっとトルネラにこもっていました。ですからいいランクでしたよ。修正を恐れる異常者だからだ。ただ生命が終わるだけの現象を恐れる理由がない。俺としたことがブービーズにばかり気を取られて迂闊だったぜ。こんなとこに穴場があったと。気をつけるといい。ダイヤは硬い。でも硬いがゆえに脆い。君も無理をすると砕けてしまうかもしれないよ。ヤーギャーうるせえぞガキ。次に騒ぎやがってみろ。消し飛ばす。心の中と言い換えてもいい。つまり俺たちはまだ死んでいない。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。次こそは必ず帰る。今のペースで依頼をこなしていけば次の長期休暇の申請もギルドは断れないはず。優しくしてくれるなんて、そんなことこれまで全然なくて。私なんかがこんな幸せを感じてもいいんでしょうか。私はマスターといると、なんというか心がふわふわとはするのですけど。見失わなければ大丈夫。しるべがある。前を向いていられる力は今まで善にたくさんもらってるから。私は自分を高められるなら限界まで挑戦すべきだと思うの。それが最終的には由比ヶ浜さんのためになるんじゃないかと。いくつか聞くことがあります。かわいいお嬢さん、あなたは何人殺しましたか。あの、ちょっと私の頭撫でてみてくれませんか。え、ああいいけど。これは私はこのままおバカ系癒し枠キープできればそれでいいかな。アクタンがマジでアプローチしてくるなら話は別だけど。たとえそれがどんな辛い戦いになっても乗り越えなければならない。それがパパを本当に守るということだから。遅れてごめん。ミア絶対センターになる。ミアが一番だもん。ミア。ふふふ、ついに制服ユイちゃんとご対面だぜ。ユイちゃん来たらどんな反応してやろうかな。その最中に見せるあらゆる人間性、それと人生の記憶をもとに死者に裁定を下す。私たちは裁定者なの。よかった。一時はどうなることかと。いやでもやっぱり赤鬼だったな。魔法が使えないならただの口の悪いメスが決め。この世界ではあなたは何もできないの。おとなしく死になさい。人前で喋るのは苦手で、あなたと私どっちも一人の時になら大丈夫。じゃあまた。でもそれ興味ありますね。え、だって新平さん、おとついミオのお風呂覗いたんですよね。神だ、バルデラマみたいなやつが来るって聞いてたからな。私が言ったんじゃないぞ、アニーが言ったんだ。この世界の子供たちは強いな。けどまあそういうことならこっからはよろしくね、クマキュー。完全に私の負けですね。こうなっては私がベルグリス様のものになるほかありませんわね。俺は勇気あるこの娘を少しだけ気に入っていたんだ。まあ結局のところお前たちは万死に値する。まして、お前は私の嫁。なんなんだよこの間から。日本では気に入った相手を俺の嫁とか自分の嫁とか言うそうだが。シド、何か面白そうなところだな。さっきどこでも行くと言ったではないか。まさかここにデートの神髄があるのでは。僭越ながら私も貴殿を使徒崇めさせていただきます。サーシャド。それでは師匠、またいずれ。それぞれソロでもある、そんなコンセプトで行きたいの。それから最後に、忘れないで、私たちがライバルってことには変わりないから。もうここには来るな。そう怒るな。ここは帝の来る場所ではない。ウヒと帝は相入れぬものだ。
確かに暗いね。でもぼっちらしい。少ないかもしれないけど、誰かに深く刺さるんじゃないかな。どうか姉のブレイはご容赦ください。普段は尊敬できる姉なのですが、優れた人材の噂を聞くと真っ先に飛び出してしまうもので。まさかハイラ、お土産代使い込んでないよね。まあでも約束したもんね、賭け事はもうやめるって。涙出てきて、自分も音楽やりたいって。でもそのこと誰も分かってくれなくて。笑うと嘘をついてる気分になるんだ。女の友情って脆いものよね。男がどうので簡単にひびが入るんだから。見事だな、体の軸、振り下ろされる剣の鋭さ、どれも義足とは思えん。だがサーシャ様が絶賛するほどとも思えん。ここ誰もいなくなるんだけど、そうしたら一人で大声で歌うんだ。クロスファイア、声が響くからめちゃくちゃ気持ちいいんだよ。それに港がツンツンすればするほど俺のことが好きなんだなーって、ますます可愛いよ。そんで、うん、普通の暮らしをして普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。父上が俺を心配？ありえないね。俺は絶対に俺のことを認めさせてやる。王子が名を挙げたやり方でない。まあいい、君がどれだけ強かろうと勝つのはつゆりだ。そちらも大概穴だらけに見えるしね。ここの蛇口から飲めばまだ清潔よね。ねえ、誰かコップ持ってないかしら。あとフリーズの魔法が使える人はいない？犬、お前も犬好きなのか。芝丸、変な名前。でもすごいんだな。何かあれば全力で対処する。何から何まですまない。待ち伏せまがいのことをしなければあのじゃじゃ馬の尻尾はつかめぬ。最善は尽くす。お前もそれに報いろ。今はの際を悟ったら必ず入れ墨人気の場所を伝えろ。そして私は信頼される。ようやくスタートポイントだ。国を変えるぞ、田中君。だからこの辺りには奴の影を感じさせるものは何もないの。そんでエロ仙人さ。エロ仙人言うたらあかん。はあ、何が悲しくてこんなどい仲まで来なくちゃいけないのかしら。ちょっと白、主人に対して何よその態度は。ねえねえ亮太、ありがとう。亮太のおかげでホネホネとプルプルに出会えたよ。でもありがとう、ホネホネとプルプルもそう言ってるよ。今のって何なんですか？多分シーバス。かなり大きな魚っぽかったですよね。怖いなぁ。ファンになっちゃいました、好きになっちゃいました。でもごめんなさい、私アイドルなので恋愛は NG なんです。また来世でお願いしますね。自分が悪い、自分が悪いってよ。俺に言わせりゃ一緒だ。うじうじしやがって。それなら前のうざいくらいの方がまだマシだ。思い出したりもできるって。あの、家族の大切な記憶かもしれないんでしょ。だったらこの場所に行ってみればいいんだよ。本当疑問なんだけど、僕なんかのどこがいいの？顔、顔って守備変すぎ。それにもうちょっと言い方あるでしょ。そうだ、ビビる必要なんかない。どうせ俺は274位の底辺プレイヤー。戦って登っていくだけだ。みんな忙しいところに調査なんて頼んだら怒って出て行っちゃうし、挙句の果てにおじさん一人で手強い魔獣と何度も戦う羽目になったしね。人相の悪さは生まれつきだ、気にするな。よし、決めたぞ。シャーロット、俺はお前にこの世の全てのいけないことを教え込む。恥ずかしいんだよ、人様に見てもらうほどの面じゃねえんだから。悲しいこと言わせんなよな。能力的にお前にできて俺にできないことはない。速さも力も全てお前が劣っている。ごちゃごちゃうるせえな。要はまとめてぶっ飛ばせばいいんだろうがよ。だがな、俺の極制服は三つ星なんだよ。
一つの指定の攻撃聞く当てがない。いい加減子供じみた犯行をやめろ。お前にはオールマイトを超えるという義務があるんだぞ。わかっているのか。兄さんらとは違う。さあな。けど泣きたくなきゃ強くなるしかねえ。何があっても泣かずに済むようにな。ましてお主は父親に会いたかったのであろう。まったくである。やれやれ、自分の器の小ささを思い知らされたわい。接客業っていいだろう。あの二人をはじめいろんな人の人生を眺めていられる。この仕事の醍醐味だよ。ふん、まあいい。どうせ私の攻撃はおとりだ。言わん、ロボがそっちへ行ったぞ。こちらはここまでだ。あとは任せる。今は一人でも味方が欲しい。共に戦ってはくれんか。そう、この東方腐敗マスターアジアが頼む。こんな危ないところに可憐な乙女を一人置き去りにしやがって。誰がババアだこのバカ弟子。まだピッチピチの68だっつーの。あの人はそのことをずっと気にしていたんです。でもあなたのおかげで恩を返すことができる。ありがとうブレイド。冗談だって。2000円くらい。タバコ一個で。違うもん、まとめ買いすんだもん。何回もチンとこ食んの忍びないしさ。安定思考、それがお前のアイデンティティ。非競争主義で決して人とは争わず、いつも静かに笑ってる。灰色の大魔道ともあろうものが間抜けなこと。具合が悪そうだな。そんな調子で俺を殺せるか。おお、隊長の連れとはまた珍しい。そしてこれまた何とも美しい。おい、あ、ユキネさんは聖騎士として知らない人と、その知らない人との間に子供を産むって嫌じゃないんですか。ムッツリしっかりしろ。喋らないで。今医者を呼ぶから。水色ムッツリで。愚痴ばっかりね、リオは。大丈夫よ、死ぬって言えてるうちは平気平気。ほら、このファイルは私がチェックしとくから。お兄を連れ戻しに来たんだけど。もうそんなのどうでもいいわ。私もシャーロックを可愛がる。いけないこと教えちゃうんだから。艦長、宗谷さんもしくは副長と呼んでいただきたい。他人みたいだよ。他人でしょ。本気でアイドル。本気ならうちの事務所に入りなさい。いちごプロは十数年ぶりに新規アイドルグループを立ち上げます。けど経験に祈りを捧げ心静かに暮らす人たちもいる。主審はそんな人たちを見捨てたりしない。両親も祖父も亡くしていて私は一人でした。ですが今は素晴らしい家族や仲間に恵まれて幸せに暮らしています。お兄ちゃんが信じてる人だもんね。リーズ、私これから一生懸命頑張る。私がお兄ちゃんを守るから。いい眺めっしょ。うちここの生徒だから詳しいっすよ。手を組みません。うちが手下になるっすよ。実は先日娘さんに護衛してもらったんですよ。途中で盗賊に襲われていた人を颯爽と助け出したんです。さすがは黒髪の戦乙女でした。お前には魔獣退治や山仕事、子供らの教育までしてもらってるし、みんな感謝。分かったよ、さっさと読め。おお、ベル、ずいぶんでっかい赤ん坊だな。村長、ボルドーまでの街道整備の件なんだが、ようやくみんなが折れてくれた。あの手ごわかった先代のボルドー伯はもういない。娘どもも才能はあるとはいえ、カートの地味毛量の貴族どもに比べれば物の数ではない。私はダブル A でした。冒険者としての才能は打ち止めでしたが、こういった事務仕事は不思議と性に合っておりましてね。複雑な立場ですな。それにしても先ほどの動きは見事でござった。その年になって新たに技を磨こうとは。さて、その格好でちゃんと歩けるか試しに散歩にでも行こうか。そんなんじゃいざという時動けないよ。 S ランクになって大魔導になって、でも虚しかったよ。年ばっか取ってさ、中身はガキのままだよ。一番辛かったのは君なのにな。
お前が黒髪の戦乙女アンジェリンか。不愛想なやつだな。せっかくこの僕が父上にお前の叙勲を頼んでやったのに。おお、これは驚いた。こんな可憐なお嬢さんが魔王殺しとは。エスコートしよう。どちらにいらっしゃるつもりだったのかな。兄上こそ女の尻ばかり追いかけていないことですが。さてアンジェリンとやら、招かれたからといってそう調子に乗らないことだ。あなたすごい冒険者なのよね。私冒険者のお話を聞くのが好きなの。だからアンジェリンさん、お話ししてちょうだい。冒険者に貴族の何たるかを教えられるとは、世は実に痛快である。ぜひとも勲章を受け取ってほしい。退屈そうだね。君みたいな美しい人がこんなところで小さくなっているのは感心しないな。踊ろうじゃないか。